気出せ、ブンブンファイトだ。うむ、そうだぞ七転び八起き、諦めない限り常に道は前に向かって開けている。って言ってもさ、明らかに俺だけ取り残されてんだよな。急がば高火という言葉もある。焦りは禁物だ、コウタ。コーチは拙速にしかずって言葉もあるだろ。特にこんな状況じゃなおさらだ。このままじゃ足でまといにしかな。私なんて何もできねえぞ。コウタはお役立ち。その通りだ。コウタはデジタルワールドの救済になくてはならない働きをしている。サンキュー、二人とも。でもごめん、ちょっと一人にしてくれないか。コウタ、雪村が進化できなくてへにゃってる。俺弱えって言ってた。コウタのせいではない。俺が不甲斐ないのだ。しかしどうすればいいのか。雪村まで落ち込んでる場合じゃねえ。ああ、そうだな。このような時こそ俺がしっかりコウタを支えなければ。大丈夫だ、コウタのことは私たちにお任せとけ。ボイス、ボイス、この調子やるな。続けていこう。やったぞ、この調子。さあさあ、やったぞ。とどめ、この調子。よし、いいぞ、やるな。ここで気にしない。また空振りだったね。これで思いつく限りほぼ全ての通信設備を試したことになるかしら。入れなかったところを覗いたら大体行き尽くしたと思う。やっぱり現実世界との通信手段なんてないのかな。ひまり、そろそろ教えて。どうしてそんなにも現実世界とコンタクトを取りたがっているの。それは、あ、いたんだ君。どう、そっちは住人集めははかどってる。そっか、デジタルワールドを救うために頑張ってるんだね。ねえ、君は現実世界に帰りたいとは思わないの。余裕あるんだね、羨ましい。ごめん、忘れて。今はそんなこと言ってもしょうがないよね。 EH プログラムのことを調べて少しでも状況を前進させないと。ネット断絶が解消されることはないもんね。きっと分かってるんだよ。ちゃんと分かってる。少し休みましょう、ひまり。あなたは疲れているのよ。うん、ありがとう。私たち人間は
この世界では体が疲れることはないけど、気分的には疲れてるのかも。気分転換の休憩は必要だよね。それじゃあね、バイバイ。もういい加減にして。落ち着くんじゃ、ひまり。落ち着けるわけないでしょ。どんどん状況が悪くなってるじゃない。ひまり、ジジモンに八つ当たりしても仕方がないでしょ。事態を悪化させたのはジジモンではないわ。いえ、むしろ悪い状況を正確に把握できたのはジジモンのおかげなのだから。リッカ、あんたどっちの味方なわけ。敵とか味方とかそういう話ではないでしょ。私は事実を冷静に客観的に判断して。ああそう、だったらここで冷静な人たちと話し合ってればいいじゃない。決まり、ついてこないで。結局私とリッカは住む世界が違うの。リッカには私のことなんて分からないんだよ。ああも感情に振り回されるとは、なんとも弱いものだな。そういう言い方はないんじゃないか。俺はひまりの気持ち結構わかるけどな。自分じゃどうしようもないことでずっと停滞して動けないのって苦しいよ。コウタ。いや違うな、ひまりと俺は全然違う。俺ももっと強くならなきゃ。そうだろ、雪村。じゃなきゃ俺なんて。拷問言い過ぎじゃ。彼らはデジタルワールドのために不安を押し殺して頑張ってくれておるのだぞ。そうだな、知らずのうちに私も気が立っていたのかもしれぬ。二人に詫びてこよう。いや、今あんたが行くのは逆効果になりかねない。ここは俺とこいつで行くよ。おい、ひまりの方を任せていいか。俺はコウタを追いかける。私もいざ行かん。お前は留守番じゃ。これはデリケートな問題だからの。子供の出る幕ではない。子供扱いすんな。私も二人が心配だ。決まりを追う前にお主にも状況を説明しておかねばな。実は BH プログラムの感染者を特定する判別法が見つかったのじゃ。そこまでは朗報なのだがな、この話には続きがある。班全員が陽性反応を示した。 BH プログラムは潜伏型で、発症までには個体差があるようだが、発症の時期、兆候は分かっておらぬ。発症すればどうなるかはお前も知っていよ。事態の困難さが飲み込めたようじゃな。そう、わしらは皆いつ発症してもおかしくない、危険極まりない状態にあるのじゃ。お前さんたちのパートナーも例外ではなかろう。もはや一刻の猶予もない。何としてでも対処法を見つけねば、デジタルワールドが狂い滅びることになる。頼む、コウタとヒマリを連れ戻し、BH プログラムの対処法を見出すために力を貸してくれ。ん？心強い。さすがはお主じゃ。私からも恋願う。デジタルワールドの命運をお前に預けさせてくれ。よいか。嬉しいの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 。